2018年11月25日日曜日だっぺ。大野放送業界チャンネル登録者も再生回数も全然伸びねえぞ。どうすりゃいい？教えてくれよ。石食えば。石食ってのをみんなったら食う。俺は食う人間だ。石だって飲み込める人間だ。あんちゃん。いや、それは嘘だよ。石食ったらお前どうなっぺ、お前。死ぬっぺ。何言ってんだ、ほんとに。バラギはなんかねえが、対策よ、対策。対策がねえがっつってんだよ。視聴者がいろいろ言ってくれてるから、それをなるべく反映した方が。そうだな、うん。視聴者がついてる限り、ありがたいと思わないといけねえんじゃねえか。まあ、それはそうだ。まあまあ。まあ、それか、オードが外れるとか。すんだお前、大野放送協会で大野が消えるって、お前もうわけわかんない。スティーブ・ジョブズか、お前。そうか、スティーブ・ジョブズじゃねえか、お前。アップルっていう、お前会社作ってな、自分が作ったんだぞ、それ会社。スティーブ・ジョブズがそっから追い出されたんだ、お前。なあ、それ同じこと起きてんべ、お前。どうすんだよ、その顛末知ってるか、みんな。いや、知らない。そう、スティーブ・ジョブズを追いやってアップルは窮地に立たされたんだよ。おお。窮地に立たされて、これはダメだってことでまたスティーブ・ジョブズを呼び戻したんだよ。なるほど。そっから iPhone とか iPad とかの躍進が始まったわけだ。じゃあ俺追い出した方がいいんでねえか。あれ、あれ、そういうこと。あれ、そうだね。いいか、おお、あれ、じゃあ追い出そう。え、どうなってっぺこれ。こうして永原哲也の提案により、オードンは OHK を去った。